皆さんこんにちは。また新しいガチャがやってきています。結構来ますね。今回は天使の福音を受けし者たちということで、このガチャ限定なんですかね、限定新キャラのラファエル、ラファエロとかじゃないんですね、ラファエルが入っています。で、他にもですね、英雄の証、今回実装されました英雄の証を持つキャラが対象キャラのようです。こんな感じですね、対象キャラ。はい、というわけで1回だけ行きましょう。1回だけ行きます。たもうサクサク行きましょうね。引っ張ります。とこれはエヴァンですね、魔女っ子エヴァン。エヴァンはどういう感じだったかな、スピード型なんですよね。ちょっと見てみましょうか、公式アプリの方から。あ、これずっと眠ってた光なんですけども、英雄ワクワクの実でしたっけ、なんかをつけるためにリーダーにしていろんなとこに行っています。で、それじゃなくてモンスト攻略のエヴァンはどこかわかんねえな。エヴァン、はい。で、こんな感じですね。進化すると魔女っ子エヴァン、またホーミングか。ホーミングキャラいっぱい持ってんな僕は。スピード型でアビリティが飛行と、あ、シールドブレイカーや。シールドブレイカーでステータスはまあ低いけども、スピードは400超える。ストライクショットはスピードとパワーがアップ。友情コンボはホーミングと。なるほど、シールドブレイカーか。はい、で僕はですね、シールドブレイカーは多分あいつしかいないんだよな。アビリティでそうとしましょう。あ、なんか変わった、これも変わったんだ。これの方が見やすいかな多分。シールドブレイカーはそう、あれしかいなかったんですね。かつ回収で、この人は貫通だったので、まあ貫通の方が使いやすいんですけど、まあ反射でもシールドブレイカー1体持っておくと結構いいことありますので、まあこれはこれでいいんじゃないですかね。まあなんていうかですね、ビットンブレイカーで代用していたとこがあったので、ビットンブレイカーはビットンにかなりのダメージを与えられるキャラなんですけども、シールドにも 4.5 倍でしたっけくらいのダメージを与え、 4. 何倍かなのダメージを与えられますので、まあ、フレイヤーで代用してたんですけども、もしかしたらエヴァンを使える時もあるかもしれません。で、飛行もついてますからね。なるほど、でホーミングですと。なるほど、これはまあもしかしたら使うかもしれないですね。ステータス低いんですけれども、なので一応キープしておきましょうか。はい、というわけで今回のですね、天使の福音を、あ、てかこれの対象なんですか、違うのかな。あ、全然そんなわけではない、確率の壁ってやつを乗り越えたんですね。はい、というわけで今回のですね、天使の福音を受けし者たちはエヴァンという結果でございました。最近あれですね、ガチャの結果はあれな感じですね。まあそんなポンポン出るもんじゃないですけども、まあまあこんなもんなんじゃないですかね多分ガチャなんてこういう言い方すると怒られるのかな。はい、というわけで天使の福音を受けし者たちでございました。以上でございます。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。